ティベリウス・センプロニウス・グラックスは、共和制ローマの政治家、グラックス兄弟の2位。古民間として、当時の社会危機を乗り切る改革を唱えたが、元老院保守派や、その支持派によって殺害された。グラックス兄弟以降、ローマは、内乱の一世紀と称される時代に突入すると、言われる。紀元前163年、大グラックスとコルネリア、アフリカナの子として生まれる。 弟は、ガイウスグラックス。執政官クラス家系の彼らはノビレスである。紀元前147年、デベリウスは、トリブヌスミリトムもしくは、レガトゥスとして、スキピオア・アエミリアヌスのもと、第三次ポエーニ戦争に参加し、カルタゴの城壁を乗り越えるなどして活躍した。紀元前137年、デベリウスは、クワエストルに就任し、執政官であったガイウス・ホスティリウス・マンキヌスのもと、 ヌマンティア戦争に従軍した。マンキヌス式のローマ軍は、ヌマンティア軍の前に連戦連敗を喫したが、テベリウスが主導して、ヌマンティアとの和睦締結にこぎつけて、多くの将兵の人命を助けた。テオドールモムゼンは、このテベリウスの和兵が元老院によって破棄されたことが、彼を反貴族社会的行動に走らせた原因の一つではないかとしている。三十三年。 ティベリウスは、五民間に当選、コン気オで、センプロニウスの地方を提案した。プルタルコスによれば、この時の彼の演説は人々を熱狂させ、反対派をも黙らせたという。この法案は、戦争初期に徴収された、公用地で500ユゲラ以上のものを没収するという、法案で、法案で適用されうる。大規模な公用地は大土地所有者が、場合によっては、 数世代にわたって国から購入、移住、または借用するなど事実上私有地としている場合が多かった。また、ある意味では、紀元前367年に交付されたリキニウス法を実行するものとも言える。元老院の反発土地所有者の多い元老院はテベリウスの法案成立阻止のために動いた。ローマには古民館が複数おり拒否権を持っていた。 そこで、元老院は、五民館の一人であるマルクス・オクタウィウスを買収。グラックスが、プレブス民会へ、法案を出すたびに拒否するという手段に出た。これに対しティベリウスは、オクタウィウスを、民会投票で解任した。五民館による、五民館の解任は、過去に例がないものだった。センプロニウスのうち法が可決されると、ティベリウスが攻撃されるのを危惧した人々が彼を、 取り囲んで家まで送ったという。そんな中、ペルガモン王国のアッタルス3世が母子王国をローマに委ねると遺書に残した。これをティベリウスは法案のための財源として活用しようとする。しかもこの提案をケントリア民会、トリブス民会ではなくプレブス民会で可決してしまう。この行為は今まで海外の事例に携わってきた伝統のある元老院にとって 衝撃的な挑発として受け止められ、ますます、ティベリウスと元老院は、対立を深めていった。また、オクタウィウス解任は、平民の間にも彼に対する反発を引き起こした。元老院に配慮した政策は拒否されたが、民衆に対しては、コンティオで弁明を行い、古民間再選運動の時には涙を流して、指示を訴えたという。ティベリウスは、革命当日創業。 占いを立てた。しかしその結果は悪いものばかりだった。家を出るとき、扉に足をぶつけて、怪我をし、カラスたちが叫び、彼の前に瓦を落とした。しかし、それでも彼は議場へと向かい、スキッピオナシカに殺害されてしまった。ワレリウス・マクシムス、有名原稿録1.4に、ティベリウスの再選運動は、アッピアノスに売れば選挙初日では果たせず、二日目に、 延期したものの、反対派が粛清を叫んだ。プブリウス・ムキウス・スカイウォーラがこれを拒否すると、スキピオ・ナシカが手勢を引き連れ民会に乱入し、テベリウスを暗殺したとされる。人々に、支持されながらも再選を果たせなかったのは、やはり元老院による妨害が考えられる。選挙の日、外出を控える、要説得する従者を、アフリカヌスの孫で平民の代表たる。 ゴ民間である自分が、臆病者と敵に罵られるわけにはいかないと振り切り、ティベリウスは、護衛に守られながら、フォルムロマヌムに現れ、その遺体は、ティベリス側に投げ込まれたという。ティベリウスの遺志は、その10年後に、ゴ民間に当選した弟、ガイウス・グラックスに継がれるが、元老院は、元老院最終勧告によって、ガイウスを、共和国の敵と宣言し、処刑を命令。 ガイウスは追手が迫っていることを知ると、配下の奴隷に自分を殺すよう命令し、その生涯を閉じた、兄の死から11年後のことである。ありがとうございます。